お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、今日朝ね、会社に行ってすぐ知り合いの、まあ会社のね、社長が近所まで来たからって言ってね、会社に来たんですよ。正直ね、その社長好きじゃないんですよ。つとももその社長のこと嫌いなんですよ。自分がね、肩気になって会社をやった時に、知り合いの紹介でね、まあその社長と知り合ったんですよ。それで最初の頃にね、仕事振ってもらったんですよ。警備の仕事をね、正直ね、赤字だったんですよ。その仕事ってね、赤だったんですけど、もともと役出してる人間がね、そういう会社をして仕事を振ってくれるってなかなかなかったんですよ、最初ね。でもその社長が赤字とは言えね、仕事を振ってくれたことは恩義に思ってるんですよ。その言葉確かにありがとうございましたと、その気持ちはあるんですけどね、その時のことをね、永遠と言うわけなんですよ。あの時は勇気がいりましたよと、仕事を振るのね、自分に仕事を振るのに勇気がいったと、その時はありがとうございましたと、それを言わしたいわけなんですよ、自分に。そこの会社ってね、工務店なんですよ。家を建てたりね、リフォームとかね、そういうことを全般的にやってるんですよ。そんな大きな会社じゃないんですけどね。それでまっちゃんもね、 2,3 回クロスの仕事でその社長から仕事もらってるんですよ。でもまっちゃんとこも金額が合わなくてね、そこの仕事はしてないんですけどね。でもその社長がまっちゃんと会ってもね、いろいろ言うわけなんですよ。あの時にああいう仕事を振ってあげたとか、ここに仕事を頼んであげたのにそこの仕事しなかったねとかね、恩着せがましいことばっかり言うんですよ。だからまっちゃんもね、その社長のこと大嫌いなんですよ。それでね、事務員がお茶を出してくれたんですよ、その社長にね。そしたらえらい綺麗な事務員さんですよね、つって。もしかして、タイプで選んでますかと。タイプだから雇ってるんですかとかね。そういう失礼なことも言ってくるわけなんですよ。それで、そろそろ始まるなと。そう思ってたんですよ。そしたらきっちりね、昔をよく最近思い出すんですよ。あの時、仕事を振るの、ものすごく悩んだんですよ。周りからも、やめとけと。よくないと。止められてたんですよって言ってね、始まったわけなんですよ。始まり方もね、大概同じパターンなんですよ。そしたらね、廊下から大きい声でね、虹とスニーカーの頃、チューリップのね、それを大きい声で歌いながらね、スターのまっちゃんが来たわけなんですよ。それでドアバーン開けて、いつものようにおはようって言って、それでその社長の顔を見るなりね、まっちゃんが回れ右してさよならって言って出ていくことしたんですよ。それをつとむが、兄さんそんなん言わんと入ってくださいよって言って、つとむがね、手引っ張って中に入れたんですよ。まっちゃんほんまに帰ろうとしてましたからね、それぐらいその社長が嫌なんですよ。それでね、まあ、社長がね、まっちゃんに久しぶりですねって言って喋りかけたわけなんですよ。そしたらまっちゃんがそんなに久しぶりでもないでしょと、まあそういうふうに言ったらね、社長がいや一年ぶりぐらいですよと、久しぶりじゃないですかって言ってね、社長がまっちゃんに言ったんですよ。そしたらまっちゃんが一年久しぶり違うやろと、一年ぶりやったら別に久しぶりでもないん違うかなって言って、まっちゃんが言ったんですよ。そしたら社長が何か言おうとしたんですよ。そしたらまっちゃんがまあええわと、どっちでもええわと、久しぶりでも久しぶり違うでもどっちでもええわって言ってね、そのまま背中向けて事務員の方行ったんですよ。それでまるまるちゃん、いつ見てもべっぴんさんやなっつって、久しぶりにラボセルでも行こうかっつって、花金やで今日は花金っつってね、まっちゃんがそういう風に言ったんですよ。そしたら事務員が行ったことあるような言い方しないでくださいよと、ラボセルなんか行ったことないじゃないですかと、まあ事務員がそういう風に言ったんですよ。そしたらまっちゃんが何言うとんねんなと、誰もまるまるちゃんと一緒に行ったなんか言うてないやんと、俺が久しぶりにラブホテルに行きたいだけやと、まるまるちゃん関係あれへんやと、
今日は〇〇じゃんと行きたいだけやと、またややこしいことを言うわけなんですよ。そしたら事務員が、いや誤解招くような言い方しないでくださいよと、ちょっと真剣な顔してね、事務員がまあ言ってたんですよ。そしたらその社長がね、また絡んでくるわけなんですよ。それは立派なセクハラですよっつって、それは良くないなっつって、まっちゃんに言うんですよ。それでまっちゃんが、あそう、まあほっといてください、人の会社のことなんでと。まっちゃんうちの会社全く関係ないんですけどね、まあそういうふうにまっちゃんが言ったんですよ。そしたらその社長がね、事務員に、事務員さんもそんなこと言われて嫌だよねっつって、まあ言ったんですよ。そしたら事務員も気づいてるわけなんですよ、自分らが嫌いやっていうことをね。そしたら事務員がね、いやそんなことないですよっつって、楽しいですよっつってね、そういうふうに返したんですよ事務員が。そしたら社長がね、しばらく黙り込んだんですよ、事務員にそういう返しをされてね。それでしばらくして共通の知り合いの話になったんですよ。まっちゃんもよく知ってる人なんですよ、その共通の知り合いね。それでその人が今苦しいと、今年いっぱいモテへんの違うかと、会社がね倒産するんじゃないかと、まあそういうことを言ってきたんですよ。でも自分その人と頻繁に連絡取ってるんですよ、その共通の知り合いとね、頻繁に連絡取ってるし、なんなら来週一緒に食事行きましょうかと、そういう約束もしてるんですよ。その社長が言ってることと全く違うんですよ。別に苦しくないんですよ会社は。だから知ったかしてね、そういうことを自分らに言ってきたわけなんですよ。そしたらまっちゃんがね、意地悪だからまっちゃんはすぐにね電話かけて、その共通の知り合いに、もしもしっつって、社長大丈夫ですかっつって、そしたら向こうは、何がですかと、何が大丈夫なんですかと言うじゃないですか。それでまっちゃんがね、いや今ね丸々さんから社長とこが危ないと、倒産するん違うかと、今年いっぱいモテへんの違うかと今聞いたんですよっつって、大丈夫ですかっつって、自分にできることあったら何でもしますよっつって、ややこしいとこから追い込みかかってるのあったら自分話するんでいつでも言うてくださいね、大丈夫ですかっつってね電話するわけなんですよ。そしたらね、その電話の相手、その人がまっちゃんに、どこですかと、今どこに出るんですかと聞いてきたんですよ。それでまっちゃんが、今ポンちゃんの会社やと、ポンちゃんの会社で今聞いたとこですよと、まあまっちゃんがそういうふうに言ったんですよ。そしたら昼ご飯をみんなで一緒に食べましょうかと、まあそういうふうに言ってきたんですよ。まっちゃんと自分とその会社に訪ねてきた工務店の社長ね、4人で食事しましょうかと、昼ご飯ランチ食べましょうかと、まあそうなったんですよ。そしたらそのね工務店の社長、その社長が、いや私は昼から用事があるから無理です、行けないですと。そしたらその電話の社長がね、じゃあ夕方会社の方に行かせてもらいますから詳しい話聞かせてくださいと、私の会社が今苦しいのか、今年いっぱいで倒産するとか詳しいこと教えてくださいって言ってね、そういう感じで言い出したわけなんですよ。そしたらね、工務店の社長が、今日は外に出たまま会社に戻らないから、会社に来られても会うことできないと、まあそういうことを言い出したんですよ。それでじゃあまた後日お互い時間合わせて会いましょうかと、そうなってね電話切ったんですよ。そしたらその工務店の社長がね、まっちゃんに、今まで仕事も振ってきた、いろんなこと協力してきたつもりやと、お宅が一般社会人としてやっていけるように協力してきたつもりやと、感謝されても憎まれることはしてないつもりなんですけどねっつって、まあそういうことをまっちゃんに言ってきたんですよ。そしたらまっちゃんが、いやいやと、何か悪いことしましたと、何々さんが苦しいと、会社倒産するかもわからんと、そう言いましたよねと、それで心配になって電話かけて、力になれることは力になりますよと、それの何が悪いねんと、何がダメなんですかと、教えてくれませんかと、まっちゃんがその社長に言ったんですよ。そしたら逆切れしてね、もういいです、話にならないって言ってね、立って帰っていったんですよ。その人はね、そういう人なんですけど、でもね、ここ最近ね、本当に変わった人とね、関わることが多くて、怖くなってきてね、ちょっと本気でお祓い行こうかなと、
真剣に考えてますからね。最近本当にね、多いんですよ。わけのわからんこと言ってくる人間、多いんですよ。だからもう、変な人がね、近寄らないように、お祓いしてもらおうかなと思って、真剣に考えてますよ。はい。それでね、まっちゃんが、帰るときね、車に行ったんですよ。そしたらね、ドアのとこが、ベコーンって、へこんでたらしいんですよ。靴の跡がね、バーンついてるんですよ。だからその社長なんですよ。欠点のね、間違いなく。それでまっちゃん、ブチギレですよ。あのガキーちゅうて。それで、電話かけてるんですけどね、出ないんですよ。その社長が。それで、月曜日、朝一番から、会社行って、ガンガンに詰めてあると。防犯カメラに映ってると。映ってないんですけどね。その場所が映ってないんですよ。防犯カメラが。管理人に聞いたんですけど、映ってないって言われたんですよ。それで、防犯カメラ映ってると。嘘ついて、ガンガンに詰めてあるっちゅうて。張り切ってます。はい。それでね、自分、収録終わってからね、大阪なんですよ。今日から、X、投稿していこうかなと思ってるんで、よかったらまた、見てください。はい。ということで、今日は、まっちゃん VS、ラブホテルの話をしてみました。ということで、今日は、この辺にしたいと思います。じゃあ